はい、毎月11日は茨城放送防災の日。あの日から2年と7ヶ月が経ちました。今皆さんはどんなお気持ちでしょうか。私は今笠間市下一元にあります笠間焼窯元の製陶福田にお邪魔しています。こちらには200年以上受け継がれています登り窯があります。震災のあの日、その登り窯が瓦礫の山と化してしまいました。そこから先月9月26日にその登り窯が再建し、震災後初の火入れが行われました。あの日あの時、そしてこれから、今日この時間は笠間焼窯元の製陶福田6代目福田勝之さんに当時の状況や今のお気持ちを伺いたいと思います。福田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今まさに私の後ろにはその再建されました登り窯があります。大きさにして長さが15メートル、はい、そして幅が5メートル、はい、8つの部屋に分かれているんですよね。はい、その窯が 3.11 の時に瓦礫の山と化してしまったということで、その当時福田さんはどちらにいたんでしょうか。はい、私はろくろ場、いわゆる作業場ですね、はい、作業場の中にいてろくろで製品を作っていました。はい、創作活動中だったんですね。はい、そうです。で、地震が起きまして、揺れがだんだん大きくなって、普段でしたらそこで終わるところが収まらなかったんですね。そうですね、うん、で慌ててみんなで表に逃げまして、それであの地震になるわけですね。はい、はい、そこから、はい、この登り窯のこともやはり心配だったんじゃないかと思うんですが、はい、地震が収束して、周りがこう屋根瓦が落ちたりとか、っていうことが見受けられたので、城内をこう見て回ったんですね。はい、でそしたらば登り窯が全壊してたんですね。全壊、はい、このようにかまぼこ状の、ね、形をしていって、うん、中に柱とか梁がある構造ではないので、はい、うん、積み上げたレンガが落っこちて崩落して、でレンガの塊になってるっていう言い方が正解かもしれませんね。うん、はい、あの階段状になっていますから、はい、それがその震災の影響でそのまま崩れ落ちてしまった、はい、そういうことですね。その光景を目の当たりにして福田さんはどんなお気持ちでしたか。はい、まずは普段ね、昔から修復しながら使っていた登り窯なので、うん、そこにあることが当然だったんですが、それがなくなってしまったので、うん、まあ、状況を把握するのに、ね、しばらく時間がいった。あ、これどうなってんのっていうようなそんな感じでしたね。はい、うん、そこから、はい、やはり自分の生活というかこれからについてもすごく不安があったんじゃないかと思うんですが。そうですね、ここら辺で停電が丸々2日でしたかね。井戸水だったので水もない状況、うん、電気もない状況、それからこうだんだん復旧始まって電気が通り、信号機がつき始め、5日ぐらいからだんだん普通の生活になってきましたけどね。うん、さあこれどうするっていう話で、まあ呆然としてましたけどね。そこからこの登り窯を再建しようっていう思いにはなかなか至らなかったんじゃないかと思うんですが、どうですか。でも先ほど申し上げましたように、うん、まあ、先代先々代とずっと6代続いて使ってきた窯なので、やっぱりこうないと焼き物屋ではないっていうんですかね、うん、昔からあったものですから再建しようというふうに思い立ったんですね。そうですか。はい、そのもちろん再建にも福田さんもこの瓦礫を処理したと思うんですけれども、はい、そうですね、まずは使えるレンガ使えないレンガ、それをより分けて片付けをして、それに大体1ヶ月ぐらいですかね、そのぐらい日数がかかりました。なんか一つ一つ瓦礫を手にしているといろんな思いが込み上げてくるんじゃないですか。そうですね、まあ、片付けの仕事もあるんですが、うん、他の仕事もありましたので、うんうん、これどうやってね直していこうかとか、そういうのがこう考えながらずっと日々過ごしてたっていうのが正解でしょうかね。うん、はい、でもその中でもお聞きしたところによると、はい、震災があったあとすぐにも営業は再開していたんですよね。はい、お店自体は開けてはいたんですけれども、まあ、当然お客様は、ね、来ていただけないですよね。うん、幸いうちの従業員たちがみんな次の日から出てきて
もらえたので、片付けをしながら、まあ、半分営業しながらっていう状況です。実際その時にも注文いただいていたものを作っていたんですよね。そうなんですよ。ある小学校が閉校するということで、うん、記念の湯飲みをお願いされていまして、はい、それどうするってご本人に小学校の方に確認したらば、まあ、こんな状況なんですけどぜひということだったので、のぼり釜はなかったんですが、電気の釜ね、電気の釜を、まあ、歪んでしまったり断線したりしてたのを直して、急遽焼いたっていうことが今でも覚えてます、はいはい、やはりもういつもこう精魂込めて作ってらっしゃると思うんですけども、はい、それにさらにこう気持ちというのがこもっていたんじゃないかと思うんですが。そうですね、まあ、こういう状況でも待っていてくれる人がいるっていうことは、作る制作者の方としては嬉しいことなので、じゃあ頑張ってやらさせてもらいます、なるべく間に合わせるようにね、その日に間に合うようにやりますという話で、制作を続けました、自分のね震災して被災して自分の生活もままならない中でその創作活動を続けようと思った原動力って何ですか。なんて言うんでしょうね、やはり私たち焼き物屋っていうのはお客さんに喜んでもらうための製品作り、それがやっぱり信条です。それが昔の亀だとかすり鉢を使ってるずっと昔からやってきたことなので、やっぱりそこにやる気というかモチベーションはありますね、はい、やっぱり待っていてくれる人がいるっていうことは嬉しいことです、はい、そして待ちに待って今まさに9月26日に登り窯が再建しましたけれども、はい、今のお気持ちはいかがでしょうか。とりあえず、ね、以前から使っていたものがその場所に戻ってきてましたので、とりあえずほっとしてるというところが一番ですね、はい、何かこう震災前と震災後ではお気持ちに変化はありましたか。はい、まあ、そういう大きな波を乗り越えさせてもらったんですけれども、いろんな方の手助けがあってね、そういうところまで来れたと思ってます。やはり先ほども申し上げたように私たちはこうお客さんに喜んでもらう製品作り、それがやっぱり仕事であり、我々の一番のベースなところですので、先代先々代とやはりそういうのを続けてきましたので、その伝統にのっとって私も同じようにこの登り窯なりを使いながらそういう制作をできればというふうに気持ちをまた新たにしてますね。先ほどお話があったようにこの登り窯がこう復興の一つのシンボルであってほしいという少し思いもあると伺いました。そうですね、はいはい、登り窯焚くとこう薪を焚きますので、煙が上がるんですよね、でその、まあ、煙がねなんかこうのろしのように見えてくれればいいかななんて思ってますね、細い一本の煙なのかもしれないけれども、あ、笠間の焼き物屋ちょっと頑張ってんねと、そういうふうに見てもらえればなんか嬉しいかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございました。これからも創作活動頑張ってください、はい、お話は、笠間焼窯元の、生徒福田六代目の福田克之さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。毎月11日は茨城放送防災の日ということで、9月26日にこちら笠間市の下市下にあります登り窯が再建したというこちらの話題をお伝えしました。